ですクマかナマケグマ族に分類されている体長約1.7メートルの大きさで重さは140キロとクマの中では小柄で最大の北極クマと比較すると一回り小さいです胸に U や V に見える白い反毛が生えるのが特徴この小柄な体型にかわいい瞳から世界的に人気がありディズニー映画のジャングルブックの主人公モーグリと行動を共にするバルーのモデルになっていますこのクマの英名はスロースベア スロースは怠けるを意味し、木の上で動かずに省エネ生活を送るあの怠け者を指しています。名前の由来は、このクマを発見した時に、爪を使って木にぶら下がっている様子から、怠け者みたいなクマから由来しているとされています。そのため、このクマは全く怠けケグマではありません。名前に似合わない凶暴性もあり、人間を襲う事件も起きています。クマが人が住む場所に近づき、人々を襲う事件はたびたび起きていますが、その最悪なケースをされている事件を起こしたのも、この怠けケグマです。インド南部で少なくとも12人の犠牲者を出しています。こんなつぶらな可愛い目をしていても、裏腹に、 狂気的な一面もある恐ろしいクマですですが、人間を襲うケースはとても少ないとされていて、基本的に夜行性のため白くあまり良くなく、人間への認識が遅く、不意に出会うと驚いて攻撃してしまうケースが多いそうです。もともと食事も哺乳類動物を襲うことはとても稀で、好物はクマのくせに白リです。日本足で直立し、嗅覚を使って獲物を探します。白リの巣を見つけ出すと、長く伸びた8センチの爪を使い、巣を壊し、長い舌と唇をすぼめてゴミを吹き飛ばし、 破壊した穴に口を突っ込み、掃除機のようにシロアリを吸い取ります。ナマケグマの口はシロアリを吸い出すのに適していて、口は長く唇を自由自在に動かすことができ、さらに上の前歯が2本ないため、吸収力もアップできているんです。食料選択に成功した動物で、シロアリは繁殖率も高く、数が多いため、シロアリを食べられる体になることで賢く生きてきたのです。そんなナマケグマなんですが、残念すぎる欠点があります。それが原因で天敵に襲われてしまうことがあるんです。ナマケグマの生息地は天敵が少ないんです。それでも居場所がバレてしまうことがあるんです。その理由が、巣からアリを吸い出すとき に出す汚い音がでかすぎて敵に居場所がバレるんだって <laughs> どんだけ音がでかいんだよ <laughs> 200m 離れた場所でも聞こえるほどうるさいです食事中のマナーがなっていなくて病気悪くて襲われてしまうんですね食事をしている時に知らず知らずに食事にされてしまうわけです 知らず知らずに最後の晩餐になってしまうわけです。残念すぎますよね。オワリクイのように長い下で静かに行儀よく食事をしていれば食べられることはなかったのかもしれません。これが食事中の音がデカすぎて、行儀悪すぎて天敵にバレる生グ熊です。